2005年にちょうどニューヨークに引っ越してきたんですけど、ちょうど私も会社をやろうと思って、友達がプレスの会社をやっていて、でちょうどブライアントパークのすぐそばで、そこのスペースを借りてやったら、ファッションウィークのプレスパスをもらって、でファッションショー全部見れたから、それでニューヨークのファッションを知ったのがきっかけ。その人の一番かっこいいところとか、おしゃれなところとか、いいところを引き出した瞬間、向こうも喜ぶし、私も、あ、撮れたなって思って。ファッションショーに来ているお客さん、やっぱりすっごくおしゃれで、細かい部分も撮ってたから、もうリングにしてもネックレスにしても、もうそのスタイリングの絶妙さがもうかっこよすぎて、それがやっぱりたまらないなって。90年代にラフォーレ原宿というところで、フランスのインポート の洋服の販売員をずっとやってて、でそこでマネージャーもやってたんですけど、でファッションショーも行ったりしてて、95年6年原宿ってすごいファッションの街だし、特にラフォーレ原宿はもう最先端だったから、その時のやっぱり洋服、フランスの洋服がすごく好きで身につけていたことと、まあ、その時はヒップホップとかブラックミュージックも好きだったから、アメリカのちょっと安っぽい感じの服とハイエンドな服を合わせて着るのがすごく好きで、でそういう服を着てたっていうのが自分のスタイルになったかなって思ってます。去年亡くなった親友のダッパーアフリカですね。彼はアーティストであり、シンガーであり、スタイリストで、彼の存在がやっぱり大きかったですね。ファッションウィークも一緒によく行ったし、それこそ一緒にハッスルしてパーティー行ったり、バックステージ行ったり、いろんな経験を一緒にした友達だったから、やっぱ彼のことが一番まあ大きいですかね。音楽のジャンルの好きなものが多かった。で、その時の聞く音楽とか踊る音楽に合わせて洋服全部変えてたから、レゲエの時はもうレゲエのダンスホールの服だし、ハウスの時はハウスっぽいちょっとスタイリッシュな格好をしてたし、レイブの時はもう蛍光しか着てなかったし、友達が必然的にこうジャンル分けされて増えてって、多分それがまあ元々原因でいろんなものに興味が持ったのかもしれない。ヒップホップって言ったら、あ、やっぱりニューヨークかなと思ってニューヨークに来てたし、レゲエだったらジャマイカかなと思ってジャマイカ行ってたし、そういう意味でこう幅が広がったっていうのはあるかもしれない。